皆さんこんにちは、西川美月です。今回は100均のセリアでネットの方で人気だった商品たちを持ってきました。今回持ってきたのはこちらのじゃんリップと、あとコンシーラーとじゃんパフスポンジです。今回はちょっと実際に使ってどうかなってところで、なんか100均だけどなんかこう見た感じは全然すごく良さそうだなって思いました。じゃあまずはちょっとこちらのクイーミーコンシーラー01番から使っていきたいと思います。これはなんかクマ隠しとか目の下とかこういうとこに使うといいよって感じなんですけど、こんな感じです。でもこのつける部分は結構細い小さめなので塗りやすそうです。結構しっかりつきそうなので、この手のところに一回落としてから、ナチュラルにつけたい人は落としてから少しつけるといいかなって思います。こんな感じでちょっとスポンジも使ってやっていきます。この目の下をこんな感じでなじませていきます。うん、結構白い感じですかね。ちょっと明るくなるので、でも目の下は少し明るい方がパッと華やかな印象にはなるので、なんか思ったよりは馴染みます。あとスポンジを多分手でやるよりかはこうスポンジを使ってあげることでお肌に馴染むから、そんな浮いた感じの印象にはならないなって思います。でも結構ナチュラルっていうよりかはしっかりした感じなので、結構しっかりハイライトっぽく使いたい感じだといいのかなって思います。でも結構こうパッと明るくなりました。でも逆になんか鼻とかにつけてあげてもハイライトっぽくなっていいのかな。なんかこんぐらい少しな感じ、あんまりつけすぎるとすごい浮いちゃいそうなので、うん、でも結構意外となじみます。なんかお直しとかでちょっと目の下が崩れちゃった時とかに結構小さな筆だから、そういうのには使いやすいのかなって思いました。いい感じです。100均の割にはって感じ、結構使えるかなって感じでした。でこちらのスポンジ今使ってみたんですけど全然使えます。すごいいい感じ、お肌にもフィットするし柔らかいし伸びるし、結構いいスポンジ。一つの袋の中にこんな感じでたくさんの形が揃っているので、こういうちょっと薄いやつだったら鼻のところとか、こういう大きなやつは顔全体にこう使ったりとか、でもこういう三角のやつもねこういうところに使いやすいし、あと目の下とかかな。結構いろいろお肌に合わせていろいろ使えるので、なんか一つあっても全然便利かなって思いました。私も普段のベースメイクするときは毎回スポンジを使うので、すぐスポンジってすぐ本当に汚くなっちゃうから、100円でこんだけ揃うならなんか私もすごいいいなって思って、これからも使いたいなってすごく思いました。では次にこちらのリップを塗っていきたいと思います。じゃあまず薄いこちらのピンクカラー AC クレヨンリップ05番のサーモンピンクから使っていきたいと思います。こんな感じでクレヨンっぽい感じになってます。優しいピンクですね。ほんのり色づくかなって感じです。こういうのだと学校とか職場とか面接とかちょっとナチュラルなメイクの時だとこういう少し薄めのピンクぐらいの方がいいのかなって思うので、普段とかは使いやすいかなと思います。こんな感じです。なんかこれだけでも薄くて可愛いけど、なんか私だったら逆にこういうの上に少し透明感のある赤いリップとかを真ん中だけにポイントでつけたりとか、少しグロスを上に重ねてあげたらなんか全然すごい可愛い感じに仕上がるかなって思いました。では次にこちらの AC クレヨンリップ01番のチェリーレッドをつけていきたいと思います。見た目は結構赤いレッドな感じなんですけど、なんか保湿効果もあるの
あるからか結構ちょっとツヤな感じになるので発色はすごいいいっていう感じよりかは少しナチュラルな見た目よりナチュラルな感じにつく感じがします。何度か結構重ねてつけてあげた方が色が出るかなって。1回とかだとやっぱりあんまり出ない感じがします。うん、あでも全然いい感じ。赤いやつって結構赤になりすぎちゃって逆にリップだけパッて赤くなっちゃうんですけど、なんかナチュラル好きだけどでも赤いカラーも挑戦したいなっていう子とかもいると思うんですけど、なんかそういう子とかナチュラル系が好きな子とかはこれぐらいのほんのり赤がすごい可愛いなって思う。これぐらいの赤だったら普段使ってても全然きつい感じにならないので、なんか全然100円だしなんか買ってみるのはいいのかなって思いました。全然可愛かったです。でもどれも全然100円の割にはすごくいいし、色味も全然私は好きだったし、これだけ少し明るめのコンシーラーになってて少し固めなのでやっぱちょっとポイント使いかなって思いました。これはスポンジはすごく使えるのでこれはすごくお得かなって思います。でこちらの商品は全部セリアで買ったものなので、ぜひぜひ皆さんもセリア行く機会があればチェックしてみていただけたらなって思います。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。